どうも、岩井です。前回の動画でですね、ちらっとこの作業環境をもうちょっと拡張したいっていう話をしたと思うんですけども、今回それをやっていこうかなと思います。はい、計画としましてはですね、今この作業机の後ろにこう板を張って工具をかけれるようにしてるんですけども、この板を丸ごと取っ払って、この机の後ろにこう棚を作りたいんですよね。で、棚を作ってその1段目がこの作業机と同じ高さにすることで机自体の拡張にもなるし、で、棚のこっち半分にこんな風にね工具かけれるようにして、で、こっち半分は普通に棚みたいに作って小物を収納できるようにすれば収納力もアップするし、まあ割といい作業場になるんじゃないかなということを計画しております。で、まあ設計図なんですけど、すごいアバウトなんですけど、こんな感じですね。この辺は適当とか書いてますね。まあ、とりあえずこんな感じで作って、で、あとはフィーリングでね、組んでいきます。じゃあ、ちょっと作業していきましょうか。はい、まあこんな感じで柱と棚板を切り出したんですけども、この棚板がですね、厚み9ミリなんで、あんまり横から太いビス、長いビスを打ち込めないのでですね、この柱に溝を掘ってそこにさせるような形にしようと思います。ビスもね打ちますけど、そんな感じで強度を確保しようかなと思います。で、それに、対応する切り欠きも棚板に作っていくみたいな感じでね、ちょっと溝を掘っていきましょう。
はい、こんな感じのができました。こことかは溝を掘って板をはめ込んでるだけです。で、上の天板をビスで打ち込んで、あとこっち側のね、後ろに板を張りたいんですけども、今ここに木が柱がない状態なので、まあ、家に残ってる端材をここに立てて、でなんか板張ろうかなと。こっちもなんか柱立てて、この棚板をね作りやすいようにしようかなと思います。はい、こんな感じで、まあ、ビスを適当に打ち込んで工具をかけれるようにしました。左側ですね。で、右側はまあいろいろ小物を置ける棚を作ろうと思ってるんですけど、なんか急に頭使うのめんどくさくなってきたんで、一旦糖分取ります。カリン糖食べます。花完成。じゃああとは片付けます。片付けんのが一番しんどい。はい、ということで完成しました。まず電気のスイッチがねここですね。でもこっちは工具をいっぱいかけてあって、でこっちは収納ですね。まあハンダゴテ、ハンダに使う配線材とかハンダとかフラックスとかで、テスターがあって、ネジ類があって、精密ドライバー、トリマービット、六角レンチ、配線材、ドリル、これもドリルで、これが接点復活材とかポリッシュとか、まあオレンジオイルとかギターメンテに使う系のやつで、これがまあ接着剤とかテープとか、これはまあ雑多なもん。あと、電ボ。で、これはミニルーターですね。で、これ、パッチケーブルと電源ケーブル系の、まあ、ギター系の小物の、ネジ、キャンプ行くときに使って余ってる調味料、カメラ、アッガイ、で、あとまあ、雑巾、クランプ。こんな感じですね。
机の幅がね、今までここまでやったんで、ここに置いてるものをね、ここまで置いてたんですけど、それを奥に追いやられたし、まあもうちょっとゆったり作業できるようになったかなという感じでございます。で、ここ今、下の段、まあちょっと筆箱置いてましたけど、下の段、空いてるんで、エフェクター量産するときに、ここに100均のちっちゃい引き出しとかいっぱい置いて、そこをパーツラックみたいにしよっかなーって風に考えております。まあそこの辺のね、位置関係はまた最適化していくと思うので、まだ不確定ですが、まあ暫定こんな感じでございます。ええ。いいじゃないの。いやー。要塞化してきたな。要塞化したな。うん。ええやん、ええやん。はい、ということで、作業終了になります。こんな感じで作業しやすい環境になったので、もっとどんどんね、いろんなもん作ったり改造したりして、キマイダギターズの動画を増やしていこうかなと思いますので、今後ともよろしくお願いします。ということで、今回はこんな感じで。それでは。